誰も来ないよ今日。ほら、みんなあれかな、お知らせしてないからかな、急にやったから。いやそんなことない、たまたまじゃん、忙しい。まあでもここ1週間はさ保護者会とか多いよね。あ、そうだね、うん、みんな忙しい。立て続けにだって小学校中学校あってちょっと参っちゃったもん。 PTA もあるしね。そう、 PTA がめんどくさい。 PTA めんどくさい、めんどくさいとかちょっとだもんね。うん、PTA やって午後から懇談会でって分かった瞬間にもう行きたくないと思ったの。なんで一日中学校に縛られてなきゃいけないのって言ったら娘がだよねって言って。でもそれを今日の PTA のその会議の時に言ったら驚かれた。誰に言ったの？その保護者、ママ友っていうか同じ学年のお母さんに、一緒にランチしようよみたいなこと言われてさ、うん、それで帰るよっつって。あ、ランチしてまた来る。そうそう、その会期が終わって、あ、午前中が終わって、多分1時間ぐらいしか時間がないだろうから近くでちょっとご飯軽く食べて、うんうん、そのまんま、あの、こんな感じ、そう、一緒に戻ろうって言われて、うんうん、えって言って、私帰るからいい、お昼はいいよ。そうだよ、あのね、注意しないと私たちにも違うから、本当に話合わないよ、まず、うん、合わない、合わないでしょ、うん、で、二人横に同じ学園のお母さんがいたんだけど、二、うん、人ともなんか目が飛び出そうな顔してて、うん、えみたいな、うん、学年説明会だよ、うん、だからと思って帰るよって言って、うん、なんでさ午前中も午後もさこの中学校にさいてさ縛られなきゃいけないのかよくわかんないとか言ったら、いやその考えがよくわかんないって言われて絶対ね、そうだよねってなんないから。そう、その後ねずっとその2人だけでずっと喋ってた、私もずっとぼーっとして。そうそう、だから去年もそうだったんだけど、うん、その自己紹介してくださいって言われて、うん、去年も子供を褒めてくださいって言われたんだよね、うん、先生に。で今年もなんか、まあ、あの、まあちょっと褒めてくださいみたいな。自己紹介するときに褒めてくの？うちの子はこここういうところがいいところですみたいな、よろしくお願いしますみたいな、自分の子供をね。中学生の？そうだよ、中学の、うん、教室で懇談会するじゃん。で、うん、自己紹介するじゃん、うん、え、私も自分の子のことがわからないんだけど。えっと言われたらなんて言う？じゃあで、お母さん、じゃあちょっと自分のお子さんを一言褒めてくださいって。真面目？うん、そう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 、なんかうちの子は真面目で、うん、みたいな。へー、でも大体そんなね褒めないんだよみんな。あ、でも今年は結構褒めてた人いたな、うん、去年なんかは全然、あの、でも真面目すぎるところがちょっとあれなんですとか、うん、大体みんなそんな感じだったけど、今年はでも割と中3になってなんかいろいろこういうことも、うん、あの、できる部屋も掃除するようになってとか、うんうん、そういう人結構いたね。へー、うん、もうさ外で何やってるか分かんないからさ、うん、分かんない、家もあんまりないじゃん。何を言えば、そう、私もそれで何言えばいいだろうと思って、うん、褒め、あえて褒めることもないし、うん、すごい、まあ、なんていうの、何見ても、うん、あーすごいすごいねっていう、うん、それがもう日常だから、うん、なんか中が中3になってできる変わったこととか、まあ、できるようになったことは何ですか、うん、みたいな、なんだろうって、なんだろうね。で自分の子だけじゃなくて、うん、他の子見てもいやすごいわってもういつもそんな感じだから、うんうんうん、なんか そんな感じで言って、うん、でそしたらなんかその隣の友達が、うん、この間うちの子はなんか部活をサボろうとしたんですけど、
その部活に今ほら新入部員が入ってきてすごいなんか可愛い子がい、あの男の子だけどすごい可愛い子がいたからサボんないで行ったんですみたいなこと言ってて、うん、でも私サボろうとしたんですって言った瞬間にさすがだわって思ってさすがだねでも行ったんかいと思ってサボんなかったんだと思って可愛い子に釣られちゃったんだねまあどっちにしてもまあすごいなっていう、うん、思ったけど、もうそんなこと言ってるのも私ぐらい、うん、じゃあなんか私やっぱり変わってるんだ、変わってるっていうかもうそっち変わってる側にこう行ってるよね、だんだんこう、うん、みんなやっぱりそのなんだろうな、ダメ出しするんだよね、うん、子供に、うんうん、そうでさ、上の子が小3とか4年ぐらいになってってくらいからその懇談会で自分の子の紹介ができなくなってきちゃってなんだろうその自分のことでいっぱいいっぱいだからかなそう、うん、だから子供何見てないからそう、うん、分かんなくていい意味で興味がないんじゃない、うん、お互いに自由にやってるから、うんいいんじゃないの別に私なんか自分のことでいっぱいいっぱいなんで子供のことよく分かりますあの自由にさせてるんですって、うんうん、のびのびさせててるんですって、ねこうね、どんどんねあの学校のそう懇談会の集まりに来たくなくてそう私なんで行くって書いちゃったんだろうってなんかね思うの近づいてくると今回何にも考えずに行かないにもあるんですけども欠席2年生だったもうでも中学でそういう挨拶があるの知らなかった去年は子供は下の子が1年生で、うん、ママ行かないでって僕が帰った時に家にいてねって言ったから欠席にしてたんだけど今年は別にもう家で待てるし先生によるよだから、うん、その先生がやってくださいって言ったらそうなるし、うんあの小学校はだからなかったのねそう小学校あったりなかったりでそう、うん、先生によるほんと上の時はすごいいっぱいあったのそのなんか結構あ、うん、当たるみたいにさで3年ぐらいからさ「言うの?」ってコミュニケーションをなんかそれで取ってくださいっていう先生だったら、うん、じゃあ自己紹介お願いしますってなるけどうん3年でもほんと嫌だなと思って4年ぐらいからちょいちょい行かなくなるよなんてよく休むようになって6年なんかもうなんかいろいろ決め事があるから嫌だとか思って行かないでどうでもいい2学期の終わりとかは行くんだよただ冬休みの話聞くだけとかただその4月の始めと3学期の終わりうん、ああそうかそうか、うん、なんか言わされるそう1年間 のなんか成長した姿をこう言ってくださいみたいなっていうのがあると嫌だなと思ってなんかさよくあるのがはなんかグループになって、うん、でちょっとねお子さんの成長の欄とか話して、うん、誰か1人ずつなんか代表で発表してくださいみたいなね、うん、あれも嫌なあるよね、うんうん、代表の人が話す必要なくないって思っちゃう代表にならなきゃいいんじゃないなんかなっちゃうんだよねなっちゃうのなることが多いここ最近はなくなったけど前は多くってその話をまとめて言わなきゃって思うのがもう本当やでうんそうだね、うん、私も なっちゃうけどね、うん、多分ねもう完璧に言わなきゃって思っちゃうだろうねそのあー全然あの昨日だって私だってどうしよう何言えばいいかなで、あ、そう、友達の顔見てどうするとか言ってたどうするとかもう嫌だの親としてあそこに立つのが嫌まあでも大体みんな覚えてないよ言ったところで多分みんな自分の言うことに精一杯でそう聞いてないんだよね、うん
まあでも最後だね、うちの、あ、そうか、うちは中3だから高校行ったらもうそうなんないだろうし、うん、で結局1年さ、その挨拶したところでさ、親同士のつながりなんてないじゃん。ある人はあるのかもしれないけど、ないから、うん、中学生はない。あ、でも小学生もそんなの、小学生もなんでお母さん同士が仲良くなるのかよくわからなくて、あ、連絡取るから、あ、なんだろう、なんか道とかで会うんだよ。あ、そう、いやとか、あ、なんだろうね、何きっかけだろう。あ、幼稚園とか同じだったらあれだし、近所とかだったら、なんでみんな仲良くなんだろうなって。今度お茶しようとか、なんかランチしようとかって、そっか、なるんじゃない。うん、全然話しがうけどさ、うん、そこになんかケーキ屋できたじゃん、あの時住会館の、うん、知ってる？知らない。あのさ、時住会館ってわかる？全然わかんない。あ、公園の方、あの、うん、アカシアじゃなくてアカシエみたいな感じのケーキ屋さん、うん、あそこ美味しいよね。行ったことある？ない。なんかこの間ちょっと前通ったんだよ、うん、すげー混んでたよ。あ、すごい人気ある。あの浦和の方にあるの。ああ、なんか知ってる知ってる。その方には行ったことある、うん、あんなところになんかできたの、ね、開店した日はね、うん、イオンでお客様見てたらみんな持ってた、こうやって袋。へえ、そんな人気なんだ。あら、あの方も、あの方もみたいな感じで。そんなに美味しいの？普通だけど。なんか高かったなってイメージしか。洗脳されちゃってるんだよみんな。美味しいって本当？覚えてないもん、何年も前。あ、じゃあ今度行ってみようよ。行こう、うん、まあ中でカフェみたいな、うん、パパが行きたいって言ってさ、うん、行ったのいいんだけど、もう閉店しちゃった後に行ってさ、うん、店一周ぐるっとしただけで終わって、超怪しい人じゃんとかって帰ってきたけど、夜、うん、パパもなんか行きたいとかって言って、あんなとこにね、うん、あそこ前駐車場だった、駐車場だったんだよね多分。なんかね、別になんかお店がいっぱいあるようなとこでもない、地味なところに。あそこはもう地元の人じゃないと分かんないようなとこだよね、うん、で、あんな混んでるんだと、すげえと思って。混んでんの、すごいな、そこ。で、そこの、あそこのところのすぐ裏が、うん、あの彼女の住んでるマンションなんだよ。あー、今のやつ。あー、で、そこ、あれ、そこマンションなくなっちゃったのかなと思ったら、うん、あ、違かった、ちゃんとあったと、あ、よかったって住んでる住んでるみたいな。そう、びっくりだよね。そう、あそこね、結構人気があるんだよね。浦和でも人気があって、そうそうそう、うん、カフェできるのかな、北浦和の方でも。ちょっとしたイートインスペースがあってるって聞いた気がする。あ、そこでしょ、うん、あ、大事とかでしょ、うん、そうそうそう、あるあるある、混んでたよ。で、浦和にもあるイートインスペースができるとこあるんだけど、なんかそこ北浦和が開店した時はそっちにスタッフが行っちゃってるから、うん、浦和はしばらく閉店しますみたいな。へえ、そうなんだ、うん、すごいね、うん、お腹空いてきた。さっき食べたんだけどな、食べたいな、また何？あ、さっきケーキ食べてたよね。ケーキも食べたし、お昼もたくさん食べた。まだ食べたい。もうあれなんじゃない、もう今日のあれ仕事終わって安心したんじゃない。安心した。いい、なんかね、別に気張ってるつもりないんだけど気張っちゃうんだよね。そうだよ。で、人の多いところに行くと疲れちゃうし。疲れる、うん、マイナスはもらわないって思いながら行ってきたけど、うん、もらいやすいっていうか受けやすいから、うん、もう大丈夫なんじゃない、うんうん、それになんか乗っか、もう乗っからないよね、なんか乗っからないね、うん、乗っからなかったよ今日は。ね、
何にも役につかずに帰ってきたってそれが嬉しくてしょうがない。広報は絶対やらない人だと思ってたけど、広報手挙げてたみたいな。自分が、うん、え、なんでその決め手みたいなの。決め手は文章だけだったっぽいなと思って、あの写真撮ってで文章を載っけて、で構成をしなくていいって言われたのよ、その説明で、うん、業者さんがもう何十年ってやってくれてる人たちで、うんうんうん、文章と写真とこんな感じっていうのをポンって送ればもう向こうで勝手に綺麗にやってくれるんだって、そのイラスト入れてるんでやってくれって聞いて、あ、じゃあいいや文章だけならと思って、うーん、で運動会とか見に行った時に撮ってくればいいだけ、うん、なんかのイベントごとの時に行ってちょろっと撮ってって、それもなんかこう担当制で、うん、この人とこの人とみたいな感じで、この時にはこのチームが行ってみたいなっていうのを聞いて、ああいいかなと思って、で必ずなんか2人1組で動くって聞いたから、うん、2人1組ならできそうだと思って、うん、一人で写真撮ってこうやったらなんかもう写真も撮るんだ、写真も撮るって言った、へえ、子供を撮るついでにちょろっとこう広範囲で撮ればいいみたいなこと言ってて、うん、で広報誌を見せてもらったんでね、うん、参考に、だから写真自体そんなにないから、うんうんうん、あ、別にそこまで気にしない、難しくはない、うん、ないなって思って、他のだと学校の行き帰り登下校の見守りみたいなのとか、うん、でえって思って、なんかわざわざ外出なきゃいけないのかと思ったら、うん、ちょっとめんどくさいって思ったり、なんかそのバレーボールかなんかの企画を しなさいみたいなのが、それも嫌だなと思って、うん、あともう一個嫌だなと思ったのがね、あ、講演会の企画、あ、うんうん、押しなくちゃいけないって言って、それも嫌だな、そうだね、本当だね、うん、でなんかやりたくないのどんどん消去してたら候補しか残んなくて、うん、あ、候補でいいやと思って、うん、ただ全然人気がないの候補、うん、びっくりするぐらい誰もいなくて、候補は大変だっていうなんかイメージがある、うん、小学校の時から、うん、小学校の広報は嫌だった、うん、全部考えなくちゃいけないあって聞いてたから、うん、そうか、で広報にじゃあ広報でって言って、うん、まあでも楽しそうじゃん、その写真撮って文章書いてならね、うん、うん、文章書くことには私はあんまり苦じゃないから、うん、そうだね、うん、ただレイアウトとかイラストとかなんかこう考えてって言われちゃうと嫌だけど、うん、それは業者さんでやってくれるっていうから、うーん、よかったって、よかったね、しかも、ね、人数が多いの候補人数が多いから確率も下がるじゃんと思って委員長やる率の、あー、なるほどね、うん、でたとえ自分がこうなんか予定が入ってていけないとかってなっても人数がいるから替えが効くじゃん、うんうんうん、って思ったら、あ、これでいいって それはな、何イベントはじゃあまだ決まってないってこと、自分がどれに行くか、うん、決まってない、なんか4月の次部活の説明会がある時にちょっと早めに学校に来て会議して、でその時に割り振りとか担当全部決めるって言って、今日はとりあえずの上の人たちだけ決めて、うんうんうん、で上の人たちの会議がそのままあってからの学年説明会っていう、なるほど、だからきっと真面目なお母様方はみんな午後まで学校に行ってらっしゃるんじゃないかな、うん、2年生のお母さんたちは、3年
とか1年生は多分違う日なんだよね、学年説明会。そうだね、昼だったもんね。そう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 、うん、違う、2年生だけど、ね、うん、うん、そうか。それで終わったと思ったら今度小学生が明日会って、楽しみじゃん。でも楽しみ、まあ行ったら行ったで楽しいけどね。うん、うん、明日小学校行ってふーって思ったら仕事みたいな。学年説明会もあるんだっけ。学年説明会もあるか。あるよね、先生の紹介とかするよね、うん、その後懇談会、クラスに分かれて。ねえねえ、その時計あれでしょ、買ったやつでしょ。買ったやついいじゃん。あ、フルート出てくるの。そう、フルート出てくるそれもすぐ消えちゃうそれで何、 LINE が来たらお知らせが来るってこと。そうそうそう、 LINE と電話が来るとブレッ。であと1時間に1回必ず水飲むようにセッティングしてあるから水のバイブが来るの。ババってすごいね。でもずっとはめてなきゃいけないでしょ、うん、動いたり動いてないとお知らせが来るって言ってたよね。そうで夜もつけっぱなしで寝ると、うん、深い眠りに落ちてるのか浅い眠りになってるのか、夜中に何回起きたかとかの計測もしてくれんの。脈拍とかかな。かな、なんかね、うん、脈拍、ね、脈拍と動くとか。へえ、夜とかどれぐらいなんかきちんとした理想の眠りになっているかどうかみたいなのも調べられるの、この時計。なってんの。なってんの、勝手にやってくれんの。その眠りはどうだ、どんな感じなの。結構意外と理想的だったんだあれ、私そんな眠れてない人だと思ったら、うん、意外と寝てた。意外と寝てたちゃんと深い眠りに落ちてたいや、よかったじゃん、うん、ちゃんと半々になってて、深い眠りと浅い眠りが、うん、あらと思って。でもこの時計をつけて寝るようになってからパパの動きが気になってない。へー、なんでだ。なんか自己暗示でもかけてんのかね、こう。まあでも気分は違うかもね、うん、これで調べられるからそんな感じ寝なきゃいけないみたいなこの時計をつけて初めて、結婚して初めて、うん、パパが帰ってきたことに気づかなかったの、寝てて。なんだろうね。でも時計をつけることでなんかやっぱりちゃんなんか深い眠りになりたいっていうのが強くなる、うん、強くなるのかもね。そこら辺のなんかはっきりこう自分で、うん、表示されるっていうのはいいかもね、やっぱりなんか、うん、記録されるからちゃんと寝るんだぞみたいな、うん、自分にこう言い聞かせててああそういう効果もあるんだ、うん、すごいね。初め時計つけて、うん、どうせまたパパ帰ってきて分かるんだろうなと思った。その日は朝ふっと起きて朝だみたいな、あれパパみたいな。やっぱりそれでちゃんと寝られてたら楽しみでもあるもんね。そう、うんうん、だからそれはまた次の日だと寝る時もう一回つけて、うん、今日はどんなんかなと思って寝て、どんなんかなって、どんなんかな夜中に、あ、起きてしまったと思いながらあ、感知したって、やばい、ちょっと一回って出るなって言ってまた寝てあいいね。でもね、で目覚まし時計もついてるから朝7時にセットしてあるから7時にブーってやっておっって起きてすごいの、超高性能で血圧も測れるから朝ブーってなったらそのまま血圧測って、へー、ちゃんとそれで起きるんだ。でそのまま勢いで携帯の方に全部出るんだよね、その眠りの記録とか。でその眠りの記録見て、あ、こんなんかって言って起きて、うん、その類の時計ってさ、うん、いろいろ出てるでしょ。出てる。でもそれがいいの、それはこだわってないの。こだわ、なんかね、たまたまタイムセールで、うん、なんかアマゾンピッて出して、うん、なんか時計がついてて、うん、で前に3月の小説の BL のイベントに行った時に、うんうん、
なんかこういうのつけてた人がいたんだよね。でなんかいろいろ喋ってってたまにこうブブってなるとパッて見て、あこの人はいいやみたいな感じでこういいやみたいな感じになったり、パッて見てあって言ってごめんちょっととかって、で連絡してくるとかって、あそうそうそう、LINE が入ったり、そうで携帯は全然その人表に出してないの、あこの人がいいやってそういう意味か、そうそうそう、こう見てあまだ連絡しなくてもいいみたいな、時計の感じしてるのかと思って、この人はあ嫌だ嫌だみたいなでそれ見てて便利だなと思って、一回これこうやって見なくていいしね、そう毎回毎回さガサガサガサってやんなくていいから、ブッてきてパッうんうんみたいな、で仕事中の時も見れるじゃん、うんうんうん、大事な用とかね、そう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 、大事な人からで学校からの電話とかも逃さずに時につけてれば分かると思って、うんうんうん、いいなって思ってたんだけど、でも何をどう買っていいのか分かんないし高いんだろうなと思って、うんうん、ちょっと忘れてたのよ、うん、でタイムセールの時にデカデカとこれがボーンって出てて、うん、でなんか3000円とか出てて、これいやいや3000円で買えるわけないでしょと思っておもちゃかなんだよあったけって言ってちゃんと見てたら本当に3000円で買えるんだってで1万3000円ぐらいのが3000円って言って1万円も安くなるんじゃ買うよね、うん、これは買わなくちゃと思って、あパパこれこれ買える3000円だよとかって言って、パパ全然興味ないから、うん、また買うかよみたいな感じで言ってて、うん、1万3000円から3000円だよって言ったら、うん、もういいんじゃねえのとか言ってへーで買って届いて、でまたパパがまた買ったんかよみたいなこと言ってて、うんうんうん、で時計見たらまた高いの買って、だから昨日言ってたやつだってばとかって言って、いいねって、そう3000円だよ3000円とか、うん、え、LINE と？ LINE と電話、あ電話もう鳴ったら、そう鳴ったらみたいな、誰々から電話ブーブーブーみたいな、なんかすごいね、そうで LINE だと3件までしか表示がされなくて、うんうんうん、あそうかそうか、そのうちなんかこれでなんか全部できるようになりそうじゃない、うん、なんか iPhone の時計みたいなあるじゃん、うん、あれだとできるんじゃなかったっけ、まだわかんないけど、うん、だって絶対なくさないしね、ここにしといたらね、うん、そうこれだともうすぐのどこ行ったどこ行ったどこ行っただよお母さんの携帯鳴らせとかそうそうそうあバイブにしてるから聞こえないやとかってやってるからこれはそう、これも調べてくれんの、うん、あのどっか行っちゃったって言ったらなんか電話こっちだよみたいな、こっちだよみたいな、すごい、手放せないね、手放せない、でも充電式だからお風呂入るときに充電して、あ充電式なんだ、そう、充電してお風呂入って出たらまたつけるみたいな、なんか友達でマラソンやってる子が、うん、なんかそういうの買ってすごい、うーんいいって言ってたけど、そのすごい便利、血圧も測れるし心拍も測れるし寝てるのもできるし電話も分かるし、すごいね今時、そう今ってすごいって、まあそのうちでもまあねここで全部 LINE も見れるようになるんだろうけどね、うん、そのうちなんかこうやって喋ったらそれがもう遅れるんじゃない、なんでポンって押せばピパー超便利じゃん、超便利、あ、こっちキャス切れます、結局なんかこっち誰もあれだった、おろろ、ではまたね